皆さん、こんにちは。定評のある歌唱力と妖艶な容姿で、美しすぎる演歌歌手と大人気の古代夏子さん、忍ぶ雨や一人酒、鳴門海峡などのヒット曲でも知られています。今回は、古代夏子さんの生い立ちや私生活について深掘りしてみたいと思います。古代夏子さんは、本名を山田照美と言い、1961年12月18日生まれ、東京都渋谷区の出身です。代々木八幡の井の頭通りの水道道路商店街で鮮魚店を営む実家の二人姉妹の妹として生まれた古代夏子さん。子供の頃から歌うことが大好きだった古代夏子さんは、同じく実家が鮮魚店だったという美空ひばりさんに親近感を抱き、いつしか演歌歌手になりたいという思いを抱くようになっていたそうです。古代夏子さんの旦那さんは大御所俳優の杉良太郎さんです。本名を山田勝弘と言い、1944年8月14日生まれ、兵庫県神戸市の出身です。杉良太郎さんは芸能活動はもちろん、慈善活動にも非常に力を入れていることで知られています。俳優として芽が出る前の19歳から22歳の間、カレー屋ででっち奉公をしていた杉良太郎さん。カレー屋で朝6時から夜の11時まで働き、口にできたのはまかないのカレーライスだけで、休みは元日だけだったそうです。若い頃に大変な苦労をしたことが杉良太郎さんを慈善活動に駆り立てるのかもしれません。そんな杉良太郎さんはこれまでに2回の結婚を経験しています。最初の結婚は1972年のことで、妻は山田信子さん。山田信子さんは元女優だったそうなので、何かの作品で共演したことが縁となり結婚したのかもしれません。すでに一般人のため残念ながら情報はありませんでした。結婚を機に家庭に入り、杉良太郎さんを支え続けたのだと思われます。杉良太郎さんと山田信子さんの間には一男二女と3人の子供が誕生しています。杉良太郎さんは結婚から26年後に離婚してしまいます。離婚した翌年に演歌歌手の古代夏子さんと再婚しました。ということで、現在の杉良太郎さんの妻は古代夏子さんです。17歳もの年の差がある2人は、1999年に結婚してから20年以上が経ちました。古代夏子さんが38歳、杉良太郎さんが55歳と17歳差の年の差結婚で、しかも電撃的に発表したことも当時話題を呼びました。馴れ初めは古代夏子さんの踊りの師匠に勧められて、杉良太郎さんの舞台を見に行ったのがきっかけでした。杉良太郎さんの楽屋に挨拶に伺うと、次の公演もぜひと言われて見に行くうちに、3回目の舞台を見終わった後、電話番号を交換したのだそうです。その後1ヶ月間は毎日電話で話したと言います。そしてデートもせずに結婚することを決めたというから驚きです。はっきりしたプロポーズはなく、どっちが結婚を言い出したかって今でも揉めるそうです。交際0日婚の先駆者だったということになります。二人の間には子供はいませんが、杉良太郎さんは前妻との間に3人の子供を授かっています。杉良太郎さんの初婚は1972年で、1998年に離婚しており、その1年後に古代夏子さんと再婚しています。杉良太郎さんが前妻と離婚したばかりだったことから、祝福する声ばかりではなかったようです。公式には長年連れ添ったがゆえの倦怠期が離婚の理由だと言われています。ですが、本当の離婚原因は別にあると言われています。杉良太郎さんと前妻の離婚原因としてささやかれているのが、古代夏子さんによる略奪ではないかということです。前妻と離婚した翌年に杉良太郎さんが再婚していることから、このように言われているようです。交際から1ヶ月で結婚を決めたそうですが、離婚から再婚まであまりにも早すぎるため、不倫を疑われても仕方ない部分もあります。古代夏子さんの略奪だったという見方と、杉良太郎さんの方が積極的にアプローチしていたという情報もあり、真相は分かりません。前妻との本当の離婚原因がいつの日か明かされることがあるのでしょうか。古代夏子さんと杉良太郎さんは未だに仲が良く、おしどり夫婦だと言われています。テレビ番組などでそのラブラブエピソードを披露しています。一つ目は、
1日2回はラブコールをするそうです。電話でその日の出来事を報告するそうで、仕事が終わった方から相手に電話をかけ、さらに相手が泊まりの仕事の時は寝る前に必ず電話をするそうです。話すことあるんですか？という問いに対して、あるんですよと嬉しそうに語っていました。2つ目は、洗い物は杉良太郎さんの担当だそうです。家で料理をするときは杉良太郎さんにリクエストを聞いてから作ると言います。揚げ物とか天ぷらとかとんかつとかが結構多いそうで、揚げ係を杉良太郎さんが担当すると言います。しかも食べ終わった後の皿洗いも杉良太郎さんの担当だと言います。ただたまに夫婦喧嘩もするそうで、お互い意地っ張りなのでしばらく口を聞かないこともあるそうです。そんな超仲良しの五代夏子さんと杉良太郎さん夫妻ですが、五代夏子さんには隠し事が一つだけ存在すると言います。金庫のナンバーだけは秘密にしているのだそうです。しかもその金庫は夫妻の家に3つもあると言います。忍ぶ雨の大ヒットから4から5年が経過した33歳の時、五代夏子さんは C 型肝炎に罹患しています。当時は特に症状などもなく、初めての座長公演を控え、念のためにと都内の病院で健康診断を受けたところ、肝臓の機能に異常が見つかり、精密検査した結果 C 型肝炎との診断を受けたそうです。ちなみに C 型肝炎とは C 型肝炎ウイルスに感染することで発症し、そのまま放置すると急性肝炎から慢性肝炎へ、そして肝硬変、やがては肝がんへと進行するリスクが高まる肝臓の病気です。五代夏子さんの感染ルートは過去に輸血の経験もなかったことから、小学校での予防注射くらいしか思い当たる節がないのだと言います。そんな中で出会ったのが大御所俳優として知られていた杉良太郎さんでした。五代夏子さんはもちろん結婚するにあたり、自身の病気のことを杉良太郎さんに告げたそうです。すると杉良太郎さんは、人生を共に歩いていくパートナーなんだから二人で病気と戦っていこうという言葉をかけてくれたのだと言います。これを聞いた五代夏子さんは、この人とならどんなことも乗り越えられると確信しました。こうして結婚に至った五代夏子さんは、その後 C 型肝炎の克服に向けて非常に辛いと言われるインターフェロン治療に踏み切ったそうです。五代夏子さんは2009年よりインターフェロン治療を開始するとともに、2010年8月には自身が C 型肝炎であることを公表しています。どんなに辛くても仕事は休まないと決めていた五代夏子さんでしたが、インターフェロン治療による副作用は想像以上に辛く、高熱や貧血、息切れやめまいなど壮絶な闘病生活になったそうです。それでも夫である杉良太郎さんの献身的な支えもあり、約1年半に及んだ C 型肝炎治療を無事に乗り越え、現在は完治されているということです。なお五代夏子さんが感染を公表した理由は、同じ C 型肝炎患者への支援が主な目的で、治療が終了した現在もC 型肝炎のことを知ってほしいという思いから、コンサートでは必ず検査の重要性を訴えているそうです。また2021年3月2日自身の公式サイト上で、2年ほど前から痙攣性発声障害である喉のジストニアを患っており、歌唱だけでなく普段の会話も困難な状況が続いていることを告白しました。それでも五代夏子さん本人はできる仕事は続けていきたいとの意向を示しており、今後も症状を見ながら可能な範囲で仕事は続けていくそうです。現在喉のジストニアの完治に向けて全力で治療に取り組んでいるという五代夏子さんですが、今回の妻の苦境に対しても夫である杉良太郎さんは、一緒に病気を克服していこうと献身的に支えているようです。バラエティ番組の収録中に共演者と喋っている時に突然自分の声の音量が半分になった感覚があったそうです。ささやくような声を振り絞って仕事を終えましたが、歌声に影響がないので気に留めなかったといいます。しかし
振り返ればこの頃から声がかすれる、枯れる、大きい声が出ないといった症状が出始めていたそうです。話すのにそれまでの倍くらいの力が必要になりました。声を出すだけで疲れる。収録中の何気ない会話や説明が面倒くさい。だからどんどん喋りたくなくなる。それでいて歌声は今まで通りだったそうで、原因が分からず心配になったと当時を振り返ります。ジストニアとは意思と無関係に筋肉が収縮してしまう病気で、指令を出す脳の過活動によって起こると言われています。症状が全身に出るタイプと、字を書こうとすると手が震えて書けなくなる処刑などの局所的なタイプとがあり、五代夏子さんは後者だと言います。五代夏子さんは現在についてこういう、同じ病気になった人にしかわからない気持ちに今後は寄り添っていきたいですね。神様が休めと言っているのよと声をかけてくださる人もいますが、私は仕事を休むのではなく、この時間も誰かのために役立てられたらという思いでいっぱいなんですと語っています。現在喉のジストニアの完治に向けて全力で治療に取り組んでいるようです。17歳もの年の差があるお二人は1999年に結婚して20年以上が経ちますが、二人の間には子供はいません。なぜ二人の間には子供がいないのでしょうか。杉良太郎さんは100人以上の養子がいることでも知られています。実は芸能界に入る前から杉良太郎さんはボランティア活動に尽力しており、これまで社会貢献で数十億円の私財を投じているとも言われています。そんな杉良太郎さんはベトナムの孤児の里親になってボランティア活動を行っており、これまで巣立った里子を含めると100人以上とも言われています。そのため五代夏子さんとの間には子供はいないのではないかと思われます。五代夏子さんはこれまでに何度か改名をしています。15歳の時にモデルとしてスカウトされ、芸能事務所に入所した五代夏子さんは当時はモデルとして活動する傍ら、幼い頃からの夢だった歌手デビューするために日々レッスンを受けていたそうです。そして中森明菜さんや小泉今日子さん、早見優さん、石川秀美さんなど多くのアイドルを輩出し、花の82年組と呼ばれた1982年に星ひろみ名義で恋の家なき子でアイドルとしてデビューしました。しかし豊作と言われた花の82年組の中にあって、なかなか思うような結果は得られませんでした。1985年には香川由紀と改名します。平松正治さんとのデュエット曲夜明けまで横浜をリリースしましたが、こちらもなかなかヒットしませんでした。さらに翌1986年には本名である中川照美に改名し夢絆をリリースするも全く売れず、一時は OL として働いていた時期もあったそうです。それでもレコードを手売りするなど地道な歌手活動を続け、1987年9月21日に現在の五代夏子に改名して売り出した戻り川が大ヒットを記録します。同曲は1988年の第21回日本有線大賞と第21回全日本有線放送大賞の最優秀新人賞を同時受賞したほか、その後もカラオケファンに支持され累計35万枚を超えるロングセラーとなっています。ちなみに五代夏子という芸名の由来は、憧れだった演歌歌手の五木ひろしさんと八代亜紀さんの名前から1文字ずついただいたものだそうです。さらに1990年には3枚目のシングル「忍ぶ雨」が大ヒットした五代夏子さんは、その年の NHK 紅白歌合戦に初出場を果たすと、それ以降2016年まで通算22回の出場を果たすなど、時代を代表する演歌歌手の一人となりました。いかがだったでしょうか。今回は五代夏子さんの生い立ちや私生活について深掘りしてきました。幼い頃からの夢を見事叶えた五代夏子さんですが、全く売れずにたびたび改名するなど、ブレイク後も病気の発覚など、決して楽しいことばかりの芸能生活というわけではありませんでした。
そして大病を2回も経験しています。現在は回復しステージをこなしているようですが、不安になった時にそばに杉良太郎さんがいたことは何者にも代え難い存在だったことでしょう。公私ともに順調な五代夏子さんには今後も素敵なステージを披露してほしいものです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。